おっすー、アナモンです。今日が11月の4日になるんですけれども、私事ではありますけれども、10月31日をもちまして会社を退社いたしました。まあ退社した理由っていうのは、まあ、皆さんねご存知の通りだと思うんですけれども、まあ、会社からの、まあ、SNS、まあ、YouTube 等の規制がかかってしまって、まあ、自分のねやりたいことができなくなってしまったので、今後自分のやりたいことをやるために会社を退社いたしました。今後なんですけれども、まあ、YouTube とか TikTok とかもちろんやっていくんですけれども、まあ、パーソナルトレーナーとして活動を主にしていくとともに、ゆくゆくは会社設立に向けて今動いている形にはなっています。実際今お客さんに関してなんですけれども、現役の幕内力士さんとか、まあ、アスリートの方、まあ、もちろんねあの一般の男性の方とかを指導している段階です。でありがたいことに、他にもアスリート、プロアスリートの方とか大学の部活のコーチングの指導をしてもらえないかっていうお話を今2件ぐらいいただいている状態になります。まあ、今後ねあのそういうところもちょっといいお話があればやっていきたいなとは思っております。で今実績としましては、まあ、ボディーコンテストにおいて、まあ、素人の方が3年で全日本チャンピオンになったりとか、そういう経歴を持った方を指導したりしています。で自身ではですね、まあ、今日本フィットネス業界の 0.3% しか持ってない資格を私は保有しているので、その資格をもとにいろいろ事業を拡大していきたいなと思いますので、 YouTube ご覧になっている方でアナモンにパーソナルを申し込みたいという方は、ぜひ安心してパーソナルを受けてほしいなと思っております。申し込み方法は DM とか何でもコメントでもいいので、いただければお返事お返ししますので、ぜひ痩せたいとか増量したいとか健康維持とかコンディショニング調整とか何でもいいので、私のパーソナル受けたいっていう方はじゃんじゃんご連絡いただければなとは思います。まあ、見た目ね怖いですけれども、全然怖くないので、安心してパーソナル受けてもらいたいなとは思います。はい。そして、これもね皆さんにはご報告してるんですけども、今現在ですね右腕まだ骨折したままになっております。こちらのね画面にも分かると思うんですけども、右側の腕がもう明らかに細いというか、肩から腕にかけてここら辺がですね細いんですけども、ここら辺はちょっとトレーニングができてません。ただ、今現在左手で支えながら箸を持てる状態までいってるので、まああと2ヶ月ぐらいですね我慢すれば右腕もトレーニングが再開できるのかなと思ってますので、まあ、もうちょっとの進歩かなと思いますので、まあ、全力で高重量上げられるまで待っていてほしいなとは思いますので、よろしくお願いいたします。またもうね制限がなくなったので、ボートレとか YouTube のコラボとかバンバンねしていきたいと思いますので、YouTube のコラボ依頼もお待ちしておりますし、アナモンからもどんどんコラボ依頼をしますので、よろしくお願いいたします。はい。ではまた次の動画でお会いしましょう。大丈夫だよ、骨折はすぐ治るよ、頑張れ頑張れ頑張れ、ありがとう、パー。